先日佐々木朗希選手がストライクボールをめぐる判定について不快感を示したことで白井球審が詰め寄るという騒動が起こりました。その一件を受け、一部の視聴者の間ではこのようなミスジャッジが起こらないようにするためにはロボット審判を導入するべきという議論が上がってきました。そこで今回の動画ではロボット審判は実現可能なのか、ロボット審判の問題点について特集していきます。現在審判は人間によって行われており、人間は完璧ではないことからミスが少なからず発生します。2022年3月に行われた選抜高校野球では球審が誤審を認め、球場のマイクを使い謝罪、判定が覆るということがありました。ミスジャッジは試合の結果を左右することから、審判は完璧を求められる仕事です。現状一体どれほど人間による誤審があるのかというと、ボストン大学が行ったメジャー11シーズンの間に投じられた約4万球の対象とし、審判の判定が公式のストライクゾーンとどれほど異なるのか、つまりどれほど誤審をしたのかという調査では、なんと1シーズンだけで3万回もの誤審が発生しており、ボールにもかかわらずストライクと判定された誤審率はなんと 12% もあります。審判の能力の問題もありますが、全てを完璧に判定することは人間の能力を超越しているということです。特にメジャーでは人種によってストライクゾーンが変化したり、審判に抗議をした選手のストライクゾーンが変化したりするなど感情的な側面が露出する場面があります。過去に MPB ではど真ん中でも意図的にボールと判定されたことがあり、1956年のある試合、カウント3ボールノーストライクの場面で南海の皆川投手がど真ん中に緩い球を投じましたが、判定はボール。これには投手は抗議をし、その際に審判から言われた言葉は、今のは気持ちが入っていないからボールだと言われ、これに皆川投手が激怒するのかと思いましたが、素直に納得しマウンドに帰っていきました。皆川選手はこの後にこの意図的誤審について、この一件によって一球の大切さを学んだと語りました。審判の個人的な感情だけでなく、全体としてストライクゾーンはカウントによって変化するというデータも出ており、エッセンスオブベースボールのコラム記事には、日本プロ野球においてノーボール2ストライクの状況では通常よりもストライクゾーンが小さくなるという傾向が書かれており、このカウントでの誤審率はメジャーでは先ほど 12% の誤審率の倍以上である 29% もの誤審率が記録されています。その一方で3ボールノーストライクの状況ではストライクゾーンが他の状況に比べて大きくなっており、ボールなのにストライクと判定されやすくなります。そのため近年、人間の判断力には限界があるという考えのもと、メジャーでは2014年にチャレンジ制度、日本プロ野球では2018年からリクエスト制度が設けられ、審判の判定に異議がある場合にビデオ映像を用いて審判が判定を行っています。NPB では2018年リーグ全体でのリクエスト成功率は 33.7%、 2020年は 32.6% と3割近く、リクエストによって判定が変化していることが明らかとなっています。誤審はある程度の割合で発生するため、メジャー NPB の双方で本塁クロスプレーや二塁盗塁の判定に対して異議を唱えることはできますが、ストライクボールに関しては審判の判定が絶対という状況です。審判によってストライクゾーンの傾向が異なることから、MLB では各チームで審判の判定傾向をまとめたデータを有しており、主審のストライクゾーンに応じた作戦が立てられているそうです。日本の球団でも裏でそういった情報はあるかとは思いますが、審判ごとにストライクゾーンが異なるということはある種のタブーとされています。ストライクボールの判定について議論されるたびに上がってくるのがロボット審判。ロボット審判とは一体どのようなものなのでしょうか。ストライクボールの自動判定をするためのシステムとして ABS というものが存在します。この ABS とは複数のカメラや弾道測定器を用いて公式野球規則に従ったストライクゾーンに少しでもボールがかすればストライクと判定するシステムのことで、公式野球規則のストライクゾーンとは打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラインを上限とし、膝頭の下部のラインを下限とするとされています。実際の人間による判定の多くはこのストライクゾーンを遵守するとすごくストライクゾーンが広くなるため、一回りほど小さいストライクゾーンで判定が行われています。ちなみにこのストライクゾーンは身長によって変化するため、ロボット審判では事前に入力した各打者の身長データを元に判定を行います。人間が審判をする試合ではキャッチャーが外角に構えて内角に逆球が来た場合、内角ギリギリストライクでもボールになることが多いですが、このロボット審判ではそのようなことは起こりません。いわばキャッチャーに左右されないジャッジが可能になるということです。このロボット審判は実際に導入されています。本当に
使えるものなのでしょうか。2019年からロボット審判が早くから試験導入されているアメリカ独立リーグでは球審が立ってはいますが、機械が下した判定を伝える役目で、試合中はロボットの判定を iPhone に受信、イヤホン判定を聞いた上で球審がストライクボールのコールを行います。そのためこの一連の動作に数秒時間がかかり、人間だけの審判のコールに慣れている人からすれば判定のラグに違和感を抱く方も多いかと思います。独立リーグではストライクゾーンに少しでもかせればストライクであることから、ワンバウンドでストライクゾーンをかすめた球や本来なら高いと思う球が何度かストライクと判定されたことで球場にどよめきが起こりました。独立リーグに所属するパチェコ選手はロボット審判の被害者になってしまいました。こちらの動画ですが、多くの人がボールと認識するこの投球ですが、ロボットはストライクとコール。これにはパチェコ選手は膝に手をつき、驚きを隠しきれない様子。試合後、自身のツイッターでアトランティックリーグに自動ストライクゾーンを持ってきてくれてありがとう MLB とこの動画とともに皮肉コメントを投稿していました。残念ながらこの独立リーグでは2021年にロボット審判の導入が取りやめとなってしまいました。さらに2022年からはマイナーリーグの一部試合で導入されており、選手たちからの評価として審判による恣意的なストライクゾーンの変化がなくなったことから、投手からは高評価、野手からは不満の声が上がっています。ロボット審判はストレートや変化の少ない球の判定は得意ですが、大きく曲がる変化球に対しては従来の人間が考えるストライクゾーンとは大きく異なります。例えば大きく変化するカーブが打者の膝元に投じられた場合、ストライクゾーンの可変ギリギリをかすり、そこから大きく変化しワンバウンドで捕手に到達した場合、従来ではボールと判定されますが、ストライクゾーンをかすっていることからストライクと判定されます。現在は試験段階であることから、このような人間が思い描くストライクゾーンと機械的に判定されるストライクゾーンではまだまだ差があります。ちなみに韓国リーグでも2軍の試合ではありますが、2020年からロボット審判が導入されており、ここでは選手審判から一定の評価が得られました。多少の誤作動はあるものの、打撃姿勢に応じたストライクゾーンの変化などはバックネット裏にいる人間が操作を行うことで正常なストライク判定が可能となり、選手たちからは満足を得た一番の理由は判定に一貫性があることです。審判員によってストライクゾーンが変わることがないということは、投手や打者にとってみれば本来の動作に集中できるというメリットがあるのでしょう。しかし韓国リーグでもロボット審判の問題点は出てきており、判定に 1.5 秒から2秒程度時間がかかること、変化量の大きい変化球で誤差が多いというアメリカと同じような現象が起きていました。将来的に韓国リーグではこの判定時間を 0.2 秒以下目指していくとしています。アメリカでは現状その判定時間は最速 0.4 秒とのこと。現行の技術ではこの 0.4 秒が限界とされていることから、このストライクボールの判定のために新たな技術革新が起きることも考えられます。ロボット審判その他の問題点ですが、ハーフスイングの判定はできないという問題点があります。さらにカメラやセンサーを用いてジャッジをしているため、仮に雨や砂ぼこりが舞っている状況であると、その判定精度が落ちてしまうという欠点もあり、台風並みの強風が吹き固定しているとはいえ、カメラのアングルが数センチずれるとそれに応じてストライクゾーンもずれてしまうということも考えられます。今後メジャーリーグにおけるロボット審判導入についての流れですが、2019年12月21日に MLB 機構と MLB 審判協会が5年間の労使協定を締結しており、その労使協定においてストライクボールのロボットによる判定の導入に向けてテスト等を行うといった具体的な内容について合意がなされました。数年の間で完全に球審が不要になるということはどうやらなさそうですが、一部補助的なストライクゾーンの判定を行うことは十分考えられるでしょう。仮にこのロボット審判が導入された場合、なくなるものが一つあります。それは何でしょうか。なくなるものはフレーミング技術です。フレーミング技術とはストライクかボールか際どいコースに来た球を審判にストライクと判定してもらえるように補給をする技術のことで、阪神の坂本捕手はこのフレーミング技術の高さに定評があります。過去に古田敦也氏はミットを上向きにして補給するとどんなコースであれボールと宣言されるとキャッチャーの取り方次第で判定が変化してしまうということがあります。しかしロボット審判の場合、
基準はストライクゾーンを通るかどうかなので捕球技術は関係ありません。そのためフレーミング技術は過去のものになるかもしれないということです。このロボット審判導入の流れに対して賛否両論の声が上がっており、ダルビッシュ有選手は一緒に歴史を作ってきている、何でも機械というのは好きじゃないと、人ならではの誤信があるということも野球の中の一つであるという意見を投げかけています。その一方で一貫性のあるジャッジができることに対して賛成の声が上がっており、度重なる誤信に苦しめられたフィリーズのジラルディ監督はロボット審判に賛成だと試合後にコメント。誤信の被害者からすれば機械審判に好意的な意見になるでしょう。このチャンネルの視聴者さんに対して行ったアンケートではロボット審判に対して賛成の声が多く、一部の意見を紹介すると、ロボットの方がミスがないから賛成といった意見や、ロボットだと完璧すぎて駆け引きがなくておもんないといったコメントもありました。皆さん投票コメントありがとうございます。ロボット審判に対する皆さんの意見をこの動画のコメント欄に記入してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。